体験の使い方と装備をこれ一本で全て教えます。ワールドを始めてから最後の裏ボスを倒すまでだいたい50時間から100時間くらいかかるんですが、その前にこの動画を一本見ていただければもう大丈夫です。何もわからずに適当にやってると変な癖がついて後々苦労するので、事前に座学をしっかり頭に入れておきましょう。あとはモンスターと戦ってるうちに自然に体験使いになっていきます。ちなみに当チャンネルは200本以上の体験の攻略動画を投稿してきた体験特化型チャンネルで、これからもガンガン体験のお役立ち動画を発信していくので、体験が好きな方はチャンネル登録することを強くお勧めいたします。それではまずは体験の使い方を説明して、その次にワールドを開始してから体験の最終装備まで全て解説します。そして最後に今回解説した体験のコンボを駆使してその最終装備で実践してみます。なお装備の説明や実践で一部登場するモンスターの名前が分かってしまうのでネタバレ注意です。まずは体験ってどんな武器なのかおさらいです。攻撃一つ一つは大振りですが、リーチは長く、一撃の威力が非常に高いです。特にタメギの威力は全武器種ナンバーワンの威力を誇ります。そのため使っていてとても爽快感があります。また操作方法やコンボも簡単なので、初心者の方にも自信を持っておすすめができる武器です。それでは早速必須コンボを紹介する前に、体験を使うのであれば心がけておきたいことを3つサクッと説明します。コンボだけ覚えていても体験の本質的なことを分かってないとうまくモンスターを狩れません。まずは1つ目、基本的には切ったら収める、ヒット&アウェイ戦略で戦ってください。切った後は回避をして納刀です。まあなぜなら体験の抜刀時の移動速度は非常に遅いからです。次に2つ目、モンスターに隙があれば攻撃を貯める癖をつけてください。理由は貯めると火力が跳ね上がるからです。貯める前の縦切りと貯めた後の縦切りでは火力は2倍以上違うんです。3つ目、ガードは原則使わないでください。なぜなら武器の切れ味が大きく下がるからです。ただしモンスターの方向は切れ味が下がらないので使っても OK です。モンスターの攻撃を避けたいときは基本納刀して罰で回避して攻撃が当たらないところに事前に移動するか、モンスターに背を向けてエルスティックを倒しながら罰で緊急回避を使ってください。通常の回避は無敵時間がとても短いんですが、この緊急回避は無敵時間がとても長いです。なので納刀状態で動くことが多い体験使いにとってとても重要な回避方法なんです。それではいよいよコンボの紹介です。最初に紹介する3つのコンボをまずはマスターしましょう。これだけで全てのモンスターを狩れます。特に初心者であれば最初からあれこれ覚える必要はありません。逆にどうやって戦えばいいのか分かんなくなります。そして後ほど紹介する残り2つのコンボは体験に慣れてきたら少しずつ使ってみましょう。まずは1つ目、体験の基本中の基本、縦切り、強ため切り、新ため切りです。やり方はエルスティックを前に倒しながら三角、そしてまた三角、そしてもう一度三角ボタンです。この新ため切りっていうのが体験の中で一番強力で、次に強ため切りが続きます。まあ見ての通り全ての攻撃を放つのにとても時間がかかります。なのでモンスターがダウンした時など大きな隙がある時に使いましょう。これらの攻撃は3つとも貯めることができます。このように貯めるとドンドンと音が鳴り光るので、音が2回鳴るタイミングで放ちます。また溜め攻撃中はLスティックで向きを45度変えれます。溜めすぎるとダメージが落ちてしまうので注意が必要です。そしてこれ大事なことなんですが、この新溜め切りは回転しながら2回切るんですが、1撃目をモンスターの弱点つまり肉質45以上にぶつけると、2撃目が新溜め切り強撃っていうモーションに変わって火力が跳ね上がります。なので新溜め切りは特に弱点を狙うことを意識してください。これらの一連のコンボの使い方としては、あまり隙がないときは縦切りをして離脱、そして隙があれば縦切りを貯める、まだまだ隙があるのであれば強溜め切りを打ったりとか、その後新溜め切りを当ててみてください。
体験始めたての時は抜刀ためさんを当ててそのまま回避をして離脱をして、そしてモンスターがダウンした時に新ため切りをお見舞いしてやるといいです。それでは次は2つ目、強化打ちを使うコンボです。アイスボーン限定の技です。これが一番よく使うコンボで、はっきり言ってこれだけでも全てのモンスターを倒せるぐらい強力です。まず強化打ちって何ぞやって話ですが、今作特有の重要な要素としてスリンガーっていうのがあるんですが、例えばここに落ちてる石ころとかですね、あるいは線香、音爆弾、肥やし玉を装備するとスリンガーとして任意の箇所に発射ができます。このスリンガーを1つ消費すると L2 で強化打ちとして放てるんですが、なんとこの後に即新ため切りに派生が可能です。また強化打ちは原則刀を振る攻撃の後全て派生可能です。しかも強化打ちはスティック入力で360度向きを指定できるので、強化打ちの際にモンスターの弱点を狙いましょう。それでは改めて強化打ちを使うコンボの紹介です。三角で縦切りをして L2 で強化打ちをして三角で新ため切りです。最速で新ため切りに派生したい時に使えます。次に3つ目のコンボ、攻撃にタックルを織り交ぜます。タックルには2つ特徴があって、モンスターの攻撃中に放ってもよろけません。そして体験で一番強力な新ため切りを放つためのショートカットのような役割です。それではまず使い方ご覧ください。縦切り、そして強ため切りを構えている際に丸ボタンでタックルを放ちます。そうすると強ため切りを省略して新ため切りを放てます。やり方は L スティックを前に倒しながら三角、そして三角を押しっぱなしにした状態で丸を押して、最後に L スティックを押しながら三角です。このコンボはモンスターの攻撃をタックルでいなしながら反撃したい時に使います。あるいはスリンガーがない時にささっと新ため切りを放したい時なんかにも有効です。以上が主要コンボです。次にたまに使うコンボもあと2つ紹介しておきます。4つ目は回避を織り交ぜるコンボです。抜刀中に×で回避して三角でタックル、そしてさらに丸でタックル、その後三角で新ため切りです。スリンガーがある場合はタックルの後に R2 で横殴り、強化打ち、そして新ため切りに派生が可能です。タックルって丸で繰り出したり三角で繰り出したりややこしいんですけど、基本的に剣を振った後は丸、回避した後は三角でタックルが出せると覚えておきましょう。ちなみに納刀中でもこのコンボは使えます。やり方は R2 でガードをして回避です。素早く入力するとささっと抜刀ができます。ガード抜刀って言われるんですが、覚えておくと便利です。このコンボはモンスターとの距離を調整しつつため切りを与えるときに使えます。あるいはモンスターがコンボ中にダウンしちゃったときにそのまま追撃したいときなんかに使えます。こんな風に強化打ちで向きを方向転換してこのまま新ため切りを当てるといった感じですね。そして5つ目のコンボは崖に向かって回避、そしてジャンプ切りです。ジャンプ落下中に三角でジャンプため切りができます。もちろん貯めることだって可能です。三角を押した際にスティックを入力すると向きを360度指定が可能なので、こんな風に崖の反対側にも攻撃が可能です。空中攻撃を何度か当てるとノリに派生して確定でダウンが取れるので覚えておくといいでしょう。あとはせっかくなので知ると差がつく体験テクニックも3つ紹介しておきます。これまでのコンボがしっかり身についたら覚えてみてください。1つ目はその場でささっとタックルをする方法です。方向に備えたい時なんかに有効ですね。R2 でガード、三角でキック、そしてもう一度三角でタックルです。2つ目は納刀中に遠くにいるモンスターにささっと新ため切りを与えたい時なんかに有効です。回避三角で強化打ち、そして新ため切りです。抜刀切りをためないように三角ボタンを1回だけ押してやるといいです。慣れないうちは移動しながら抜刀切りでいいんですが、
まあ、このコンボじゃないと新タミリが間に合わない時もあるんです。3つ目は少し遠くにいるモンスターにあと一撃だけ与えたい時なんかに使うコンボです。まあ、あともう少しで枯れそうな時とかに稀に使います。やり方はタックルの後にまるで飛び込み投げ払いです。そしてスリンガーがあればもちろん新タミリに派生することだって可能です。それでは今回は6つ体験の装備を紹介します。画面に表記している通りストーリーの進行度に合わせて装備を紹介していきます。それでは早速装備紹介です。1つ目はマスターランクに突入するまでの装備です。マスターランクはモンハンワールドのラスボスを討伐すると解放されるんですが、それまではずっとこの装備で OK です。初心者救済用の装備の防衛隊防具一式ですね。頭から足までガーディアンアルファです。武器は防衛隊派生の体験を生産してから、それからはずっと順番に強化をしていけば OK です。任務クエストを進めていけば勝手に素材が手に入るように設計されているので、任務クエストをクリアするたびに強化可能か鍛冶屋に見に行くといいです。装飾品はこの段階では揃ってないと思うのでなくて OK です。便利そうなものをゲットしたら装備しておくといいです。スキルに関してですが、体力増強は体力の最大値が増えるので必須スキルです。またお役立ちスキルの体力回復量アップやランナー精霊の加護があるので楽にワールドを制覇できると思います。マスターランク解放までは装備に困ることがないので、体験の使い方や狩猟方法をじっくりと覚えながら進めるといいです。2つ目はマスターランク18までのイベルカーナを討伐するまでの装備です。マスターランクに突入したら徐々に防衛隊装備一式から卒業していきましょう。体験はマスターランクの鉱石系の派生がおすすめです。モンスターを狩らなくても鉱石を掘るだけで作れちゃうからです。また地質学があると鉱石で入手できる素材が増えるので、このタイミングで地質学の護石や防具を作るといいでしょう。イベルカーナを倒すまでにはクロームデスサイズ2にしておくといいです。イベルカーナを倒せば古竜の浄結が手に入るのでレベル3まで強化ができます。まあ、防具に関してなんですが、実はマスターランク帯の防具であれば防御力が高いので何でもいいんですが、おすすめを紹介しておきます。上からドスジャグラスのアルファ、ドスジャグラスのアルファ、ツイツイヤックのベータ、ブラントロスのベータ、ジュラトロスのアルファです。まあ、どれも序盤で戦えるモンスターばかりです。まあ、装飾品はこの時点では揃ってないと思うのでなくてもいいんですが、体力だけはレベルマックスにしておくといいです。次に優先なのが気絶を完全に防止する気絶耐性、そして体験のため速度を短縮する集中です。またこのタイミングで攻撃を自動回避する転身の装備をゲットしておくといいです。まあ、全体スキルはこんな感じで気絶耐性や集中がマックスなので戦いやすいです。攻撃スキルや鉱石系の体験が強力なので火力も申し分ないです。早食いもあるので被弾してもささっと回復できちゃいます。3つ目はマスターランク23までのアイスボーンのラスボスを討伐するまでの装備です。ここでこの抜刀体験装備を作ってしまえばめちゃくちゃ楽になります。体験はクロームデスサイズ3で最終強化系です。防具は腰だけディアブロスのアルファで、それ以外はイベルカーナのベータになります。まあ、護石に攻撃レベル5を装備していますが、この段階では作れないので護石はおまけで考えてくれればいいです。装飾品はこんな感じです。まあ、この段階ではあんまり装飾品が揃ってないと思うので無理はしなくていいです。必須スキルは体力増強レベル3と抜刀術技レベル3と集中レベル3です。そしてイベルカーナの防具 4V で発動する氷気錬成です。ご自身が持っている装飾品や護石でうまく防具を組み合わせて再現しましょう。調査団の錬金術をこまめにやっておけばいい装飾品が入手できるかもしれません。ディアブロスのアルファは抜刀術技があるので採用していますが、抜刀術技の装飾品があるんであればダマスクの胸は集中が2つつくのでおすすめです。もちろんこのスキルに超会心や攻撃スキルがあるとさらに火力が上がるんですが、このタイミングでは発動が難しいと思います。スキルはこんな感じですね。抜刀体験なので武器出し抜刀攻撃が常に会心率 100% になり、さらに超会心で威力が 1.4 倍になります。そして氷気錬成では氷気ゲージマックスで威力が 1.3 倍になるので桁違いの火力になります。なので立ち回りとしては基本抜刀ためさんで攻撃をしてダウンをしたら新タミギリを当てればラスボスまで戦えます。そしてラスボスを討伐したら終わりの白騎士の氷人ベリーを倒してグランシオルグを生産するといいです。
標準ベリオは歴戦個体で強力なので勝てないのであれば急な信号もありだと思います。標準ベリオ体験は氷属性値も非常に高いという性質も持ちます。なのでアルバトリオン戦で役に立つんですね。属性を抑制して戦う方が無難なので、この標準ベリオ体験でかつ氷属性強化レベルマックスにすれば、この装備でアルバトリオンも討伐可能です。4つ目はマスターランク24までのミラボレアスを討伐するまでの装備です。ミラボレアスは本作最強モンスターと言っていいので、挑戦自体はマスターランク24から可能なんですけど、初見であればまだこのタイミングでは戦わない方がいいです。アイスボーンのラスボス討伐後に導きの地が解放されるので、導きの地の地帯レベルを上げながらこの装備でマスターランクを100まで上げるといいです。そうすればレア度12の武器に回復カスタムを付与できるようになり、攻撃をしたら自動で体力が回復するようになります。あとはついでに攻撃カスタムもつけて攻撃力も上げるといいです。またこのタイミングでハンターランクも50にはなってると思うので、常時ハイパーアーマーになる不動の装備を作っておきましょう。それでは装備の紹介です。テオテスカトル 3V とタキリハゼルブラキディオス、通称臨海ブラキ 2V の頭文字を取ったカブカカブ構成です。これ実は当時めちゃくちゃ強力だと話題になった構成なんです。何がすごいのかっていうと、このシリーズスキルですね。テオの 3V で会心時は切れ味消費なし、臨海ブラキ 2V で挑戦者スキルが拡張されてレベル7まで装備できます。これで傷なしでも弱点特攻と挑戦者と見切りと力の解放を合わせれば常に超会心 100% が実現できるので、紫切れ味の高火力武器で殴りまくれるっていう恐ろしい構成なんです。そして体験は臨海ブラキを採用していて、高い攻撃力と紫の切れ味が優秀です。ただし若干ですが、2週間ごとに挑めるムヘとの覚醒体験の方が覚醒能力次第では優秀になるので、余裕があれば作るといいです。装飾品はこんな感じですね。集中と体力は必須で、見切り超会心があって進化を発揮する構成です。なので装飾品が揃ってないのであれば、先ほど紹介した抜刀体験のままで OK です。装飾品はイベクエの鳴神の神王画を周回して集めるといいでしょう。スキルは冒頭に説明した通り、モンスター怒り時に力の解放が発生していれば弱点攻撃で超会心 1.4 倍になるので非常に高火力です。また達人芸により会心が発生すれば切れ味が減らないので、臨海ブラキ体験は紫切れ味10しかないですが、このスキルのおかげで紫状態を維持して戦えます。5つ目の装備はマスターランク100までの歴戦王イベルカーナを討伐するまでの装備です。マスターランク100に到達すれば歴戦王コリーを含む全てのモンスターと戦うことができます。その中でも歴戦王イベルカーナはミラボレアスに匹敵するぐらい強力な個体であり、生半可な装備では歯が立ちません。なのでこの装備でぜひ挑んでみてほしいです。武器はミラボレアスの体験です。攻撃力は最強ですが、デフォルトだと会心率がマイナス 30% なので、カスタム強化は会心1、回復1、属性強化1がおすすめです。そうするとデフォルトの会心率がマイナス 20% になります。防具は上から頭、胸、腕がミラボレアスのベータで、腰がミラボレアスのアルファで、足がマムタルトのベータです。マムタルトは2週間ごとにしか出現しないので注意が必要です。それではスキルの紹介ですが、ミラボレアスのシリーズスキルがめちゃくちゃ強力で、まずは 2V で全スキルの上限解放です。これで挑戦者、整備、精霊の加護等をマックスで付与可能です。そして 4V で体力とスタミナプラス100の効果があり、これで体力増強スキルはもはやいりません。また新技物と弾丸節約効果で切れ味消費が3分の1になります。なのでミラボレアス武器の紫切れ味の10が実質30になるということです。次が装飾品です。今回は精霊の加護や整備といった安定系のスキルもふんだんに入れています。それでもスキルは余るので攻撃系のスキルもがっつり入れれます。次にスキルの紹介です。会心率は怒り時に傷ありの弱点攻撃時に超会心 95% です。匠一つで紫20になるので新技物を考慮すると実質60なので安心ですね。おなじみの火力スキルに加えて整備や精霊の加護もマックスです。頻繁に使う転身や不動の装備の準備時間が半減されるので回転効率がぐっと上がります。また精霊の加護レベルマックスは 40% の確率で発動して軽減率が 60% にもなるので落ちる確率がぐっと下がります。まさに
火力も安定も備えた構成と言えるでしょう。使い勝手も抜群なので、これ以上火力を追求しないのであればずっとこの装備でも OK です。どのモンスターでも対応可能です。ただ足に関しては歴戦オカーナのラビーナガンマに変えたいですけどね。6つ目の装備はマスターランク100到達後の最終装備です。今作ワンツートップと言われている強力なミラボレアスと歴戦オコ隊のイベルカーナの討伐が必要で、導きの地の地帯レベル上げも必要です。なのでアイスボーンを遊び尽くさないと作れない構成なんです。なので基本すべてのモンスターをこの装備で余裕で討伐できますし、タイムアタックにも挑戦可能です。そしてこのタイミングでは転身や不動の装備も回にして装飾品をつけれるようにしておきましょう。武器はミラボレアスの体験です。カスタム強化は回心、回復、属性強化です。防具は腕はミラボレアスのアルファで、他は歴戦王イベルカーナの装備です。墓石は挑戦者を使っていますが攻撃でも OK です。オーカーナは 4V で表記錬成が発動可能で、デフォルトスキルや装飾枠も多いのでめちゃくちゃ強いです。装飾品集めもかなり手こずると思うので、マスターランク100以上で参加できる滅実を周回するといいでしょう。レア装飾品をガンガンゲットできます。スキルはまさに火力特化構成です。怒り状態で傷つき時に弱点に攻撃すると回心率は 85% で、抜刀時はもちろん抜刀術技によって 100% になります。新タメギーでも回心が狙えるのでハイブリッド抜刀体験とも呼ばれます。ミラボリアスの体験と攻撃、挑戦者フルチャージで火力を底上げして、超回心と表記錬成でダメージ乗算を行い超火力を実現します。切れ味は30なので白に落ちたら研ぎましょう。気絶耐性や精霊の加護整備がないので、あまりプレイスキルに自信がない方は5つ目に紹介したようなミラボレアスで頭から腰まで 4V で固めて、足だけ歴戦をカーナにしてやると表記錬成は失い火力は下がりますが安定度が高い構成になります。それでは最後に簡単に火力の比較をしておきます。もちろん紹介した順に火力が上がっていきます。ただ株価株と抜刀体験に関してはどっちが強いのかっていうところはプレイスタイルによって変わるので、抜刀が主体であれば抜刀体験の方がいいですし、装飾品が揃ってなくて、超回心とかが実現できない場合でも抜刀体験の方がいいです。それでは実践です。装備は最後に紹介した最終装備です。このモンスターは禁忌の古竜と呼ばれ、めちゃくちゃ強いんですが体験と相性バッチリです。最初に紹介した体験のコンボを駆使して戦うので参考にしてみてください。アイスボーンではこのように L2 丸で頭に張り付いてスリンガー全弾消費でぶっ飛ばすことができます。これで確定でダウンが起きるので、まずは体験の最初に紹介したコンボ、縦切りためマックス、強ためためマックス、そして新ためマックスをぶち当てていきます。新ため切り強撃マックスはダメージも全武器種最強のモーションになっており、ひるみ補正もかかるのでモンスターがひるみやすい超爽快アクションになっています。で切ったら納刀してまたため切りで、こちら4つ目のコンボですね。回避、タックル、横殴り、強化打ち、新ため切りで新ためが当たります。2378ダメージ、こうやって体験にどんどんはまっていくんですよね。そして次は2つ目のコンボです。縦切り、強化打ち、新タメギです。で攻撃が終わったら回避をして納刀をしましょう。そして次の攻撃に備えます。ではい、また4つ目のコンボです。回避、タックル、横殴り、強化打ち、新タメギです。モンスターのモーションと体験の使い方が分かればこのようにガンガン新タメギでは当てれます。そしてこれはアイスボーン特有のクラッチイルミックやつで、張り付いて傷つけができるんですが、ここで可能な傷つけっていうアクションをすると肉質が軟化してダメージが通りやすくなります。でここで2つ目のコンボ、縦切り、強化打ち、新ダメ切り、チャンスモーションなのでバッチリ当たります。ここまでバシバシ新ダメ当てるので、ガンガン新ダメ切りって当てれるもんなんかなって思いがちですけど、そんなこともないので、あまり隙がないときはこのように通常のタメさんを放つといいです。またチャンスモーション来ました。4つ目のコンボです。で見てもらったら分かると思うんですけど、やっぱ強化打ちがめちゃくちゃ便利なんですよね。強化打ちはほとんどの体験の振り攻撃の後に派生ができますし、360度向きも指定が可能ですし、このように新タメギリのディレイにも使えて
少し遅らせたい時なんかにも使えます。体験は何といっても貯めるのが重要なんですが、まあ、このように、まあ、欲をかきすぎると外すこともあるので、モンスターの隙の長さに応じて貯め段階を調整してやることが重要です。次、めちゃくちゃでかいダメージ出るので注目です。3500ダメージ、もうこんなん体験の新ためじゃないと味わえないですからね。あとこれはプチテクニックなんですが、クラッチヒルミの時にこうやって貼り付いてやると、このヒルミの期間が5秒間延長されるので、ため切りを当てることができます。で、最後2つ目に紹介したテクニックですね、回避縦切り、そして強化値新ため切りです。こうすると最初の縦切りが若干早く繰り出せるんですよね。で、方向は回避で避けてるんですが、まあ、これはね難しいので、まあ、慣れないうちはタックルでいなすといいと思います。はい、また来ましたね、縦切り強化打ち新ため切りの2つ目のコンボです。これめちゃくちゃ便利ですよね。まあ、こちらの攻撃も回避でいなしているんですが、まあ、なかなか難しいので、攻撃を無力化したいのであれば回避じゃなくてタックルを選択するといいでしょう。はい、最強コンボまた行きます、縦切り強化打ち新ため切りです。汎用性高いですね。まあ、ただやりまくってるとスリンガーがどんどん減っていくので、この石ころとかを補給するのはこまめにやっておきましょう。はい、来ました、回避縦切り強化打ち新ため切り、これで大技前にフィニッシュです。はい、いかがだったでしょうか。体験の使い方とか体験の楽しさが伝わったんじゃないでしょうか。これで皆さんも体験の使い方、そして装備バッチリだと思うので、ぜひ体験で遊びまくってください。また何かわからないことがあったら、もう一度この動画を見てもらえば大丈夫です。それでは今回はこれで終わります。また体験の動画でお会いしましょう。バイバーイ。